ってたんすか。僕10年前っていうと僕47で30だと思うんですけど、はい、僕30歳の時は甲府刑務所にいました。死ぬほどかかってる。甲府刑務所は、まあこれ本当、まあ皆さん分かんないと思うんですけど、あの甲府刑務所は刑務所に行くやつらの中では最後の楽園と言われてて、はい、いや楽園なんすか。いや関東管区最後の楽園と言われて、それだけ楽だっていうふうに言われてたんですよ。そうなんですね。エリートじゃんの逆のバージョンってことですね。エリートじゃないほど。あ、そうです。あの、だからもう本当にもうそういうやつらばっか来るから、もう締め付けても仕方ないみたいな。はい、あ、だからもう本当に最後の取り入れすぎて楽園になってる。だからもういろんなところがどん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 厳罰化で厳しくなっていく中で、関東管区の中での刑務所では甲府が最後の楽園だって言われて、僕はあの千葉刑務所の時、はい。何ですか？何ですか？すいません、話聞く。はい。はい、俺、はい、もう一回やりたいんで、はい、勝負してほしいです。俺とあれこの休憩時間を使って俺といや、いつでもいいです。時間はいつでもいいんですけど俺と、はい、いい、じゃあこのままやろうぜ。アカペラでも何でもいいだろう。ああ俺のやり方、なんで今ここで俺に勝負受けてきたのか。カメラが回ってるとかどうでもいいだろ。そんなもん気にしてんじゃねえよ。ヒップホップはこの場で生まれた現象だろ。お前もしかしてもっと有名になりてえとか、誰かからいいねもらいてえからとかで俺に勝負挑んだのか、このバカ野郎。だったらお前が挑んだのは本物の殺し屋だよ。俺がストリート千葉、おめえの本気見せてみろバカ。いやあ、いや、確かに殺し合い、人殺しはしたくない。でも乗ってるぜ、ビートと調子。でも俺カメラ気にしちゃった。確かにそこはダメだ。でも俺ストリートでやっていくのと変わらないぐらい。どこでもいいぜ。帰り、一緒にサイファーしながら帰りたいぐらいの気持ち。でも俺どこでも飛び込むダイバーみたいな感じでやってるから、ベノムさん、ほんとよろしくお願いします。俺がやった小説に対して短すぎんだよバカ野郎。もっとせめてラップしてこいよ。何仕掛けてきたんだよね。ビートに調子、ビート流れてねえよ。おめえの調子どうかしてんじゃねえの。もっと合わせろチューニング。頭の中レコード回ってる12インチ分かってる。これが俺の生き方。俺これずっとやってんだから。ビートが流れてねえのなんて当たり前。俺刑務所入ってんだよ。刑務所はビートなんか流れてねえよ。鉄格子の中でずっとラップしてんだよ。あとはイランジでブンクスクブンクスクってラップさせてたんだ俺の生き方。あ、ごめんなさい。あは、どうした、来いよ。確かに、確かにやり込んでるベノムさんと違って俺は小説を数えることはできない。でも俺シャチ小説ならできやしないけど、気持ちは本気の話で伝わらなかったら本当に悲しい。涙が出るぐらいのリリック、それはわさび、スシローを救いたいぐらいの気持ち、わかる。最後に一言だけ言っとくけど、伝わらなかったら悲しいって、伝わらないのはお前の問題で、わかるか。伝わるリリックを書く。でもさっきの相手はフィリップ。でも負けなんて気にすることはないから、俺はまだまだ成り上がる。気にするとか言ってる時点で気にしてる、わかってる。お前なんで出てきた、ここに出てきて、ただ喋って、俺交通事故に遭ったような気分だぜ。てててててててか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 、イエービート流れてるぜ、イエー。Yeah、 これビートボックスじゃねえ、 DJ ちゃんとガッツリ流してるぜ。いや一瞬で始まるこれフリースタイルのセッション、みんな体揺らして楽しんでいく。別に決まりなんてねえ、決まってる決まってねえ、今日はちゃんとシラフ、シラフの方が一番ぶっ飛べるって最近ようやく気づいたんで、わかるから、まだバカみんな体揺らして。別に決まりたいやつらそれだけ、ちゃんと耳傾ける必要もねえし、揺れたいやつらだけが体揺らしてくれよ。お前こうやってやれとかくだらねえこの学校のルールとか、そんなもん全て抜け出してきたんだろ。 Get out Stand up Stand up For your right。 俺たち今からそう自分の人生作ろうぜ。マイクロフォンバナナ、そう流れるビートボックス、こんな感じで喋るビートボックス、レペゼンフォックス、俺はフォックスじゃねえ、二枚舌なんて言わねえぜ。キツネのようなことなんかバカ言うやつら、いや違え、俺はちゃんと生き方で証明してるから、ここでガンガン当ててくれよ証明。少年の頃から描いてきた情景、Yeah、 こんな感じでてる、喋り続ける、分かったから。喧嘩売ってきたこいつがいつの間にかもういないぐらいに存在感薄くなってないから。楽しい、 Yeah、 いいねいいね、流してるやつらそいつは DJ じゃなくてビートボックス、つまりボイパー。どこのドイツだこいつ、名前を言ってみな。どこのどこのの、バナナバナナバナナ、バナナバナナバナナ、バナナバナナバナナ、バババババババ言葉カカカカカカ、数をこなすだけ、ララ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 、プナラババババ、まだ下手くそだから、ラララ、なかなか頭が動かね、落ちてこない。ライムなら俺が上がっていくしかないタイプ。
キャラソーライブエースーだけしかないぜ。俺らのバイブスを上げるなら今しかねえから、お前らも揺れていけや。ほら客席はファイブイースかもしらない、だけども俺らはライム居抜く、つまりはスナイパーのようなライマー。バナナと二人で半端ないな。俺がナンバーワンならもう一人呼び込みたい、この男がポニー。ポニーだ、ポニーさんだ。突如始まり炎上、バッタ燃え上がりたい奴らはどれだけ炎上できる人たちは手を挙げてみんな、さあ健太、もうやりたいことやり、やめたいことやめる、疑問の余地なしお前もだろ。 Yeah Yeah 炎上バンパクバナナエースポニー。 Yeah Yeah 一日一歩進み出すところ、3日前から友達から連絡、誰だ相手は伊原山梨、ウェルカムようこそトレーニングモード。今日は燃やすためにここにいるらしい、メメテモックス地球も丸だし、誰が一番二番じゃねえ、誰が一番燃えてるかだらの。バナナベノムを申し込む言葉、ベロを回しとく隣はいからかまして欲しい、練習の成果見せて欲しい、本当のナイスターニング。俺の名前は伊原、とうとう来たなこの時が、みんな手を上げなら部長まだポキヘッド適当にやる、それがリズム、リズムキープは難しい、やっぱり音だし、ビートボックスが上手すぎ、やっぱり来るらしい。いや俺たちこんな感じで路上でストリートでやってる、俺たちこんな感じで路上でストリートでやってる。別に電源なくても電気なくても何でも音が出る、これはライブビートボックス、言葉に合わせてひたすら言葉を喋り続ける。ヘルメリアお客さんみんな体揺らして遊んでくれ、酒でも飲んでからでも揺らして耳だけ傾け、それで OK、 ファインでフー飛べてどれだけパスできるかにこれ勝負かかってる。マジでつまんねえこの世の中、自民党クソマダファッカー。みんなが同じやり方なら俺は違うやり方で見せてるぜ、本線出たかだってマジでかかってこいよ、リューダーせみんなでこんな感じ、レペゼン最高だぜ、炎上バクバク盛り上がれ、みんなで手を届け、ハンドマンドウェイハンドマン、みんなでぶち上がっていこうぜ、これがバナナの使い方、曲やるからチェックして終われ。俺はトスソーだよ、こんな醤油にぎなまら弱えなと思ってよ、なリングに上がればや、こう何でも喋れんだよお前は。おいおい、ブレイキングドリーム違えよ、ラッパードリームだよ俺。イエイエイ、お前黙ってろイエイ、中学の頃なら根性焼き、連れはひったくりと親父狩り、歯ブラシで作った玉を入れる、まず入れ墨は背中から仕上げる、武闘派の先輩は弁当持ち、売人は嫁さんとの共同所持、なくならない詐欺恐喝まがい、またボンクラに出る創作願い。こいつさブレイキングダウンでさ、うまくいかんかったからさ成り上がれてさ、でも他団体でさお前さブレイキングダウンに悪用つくなよ、お前それ罰当たりやからさやめてもらっていいっすか。でも俺とさ階級違うからさラップで勝負してるな一ラウンド。俺が出たのは成り上がり、俺は人生成り上がり、でも違うぜブレイキングダウン。いやブレイキングダウン出たけど成り上がり出ちゃいけないことないよ別に。だからもう成り上がれた理由ってのは俺はもう人生強くなりたい、それだけだよ。ぐだってきたつもりやろ。Yeah yeah OK、 ブレイキングダウンも成り上がりも誰か神様になるかわからないけども、まあ今日は炎上バンパク、遠慮なんかいらなくないからいいんじゃないか、これから始まる後半戦、皆様疲れてない大丈夫大丈夫、ここはマイホーム、出てるラップ
ッパーみんなが最上級ってことを見せるぜ。バナナのビーボックス、そして言語のスクラッチもこれがサイファーって言うんだぜ。新しい文化をチェックしようよみんなで、ね、そろそろ始めるぜ。ポップとのように弾けるぜ。準備はいいなら返せよ、セイホー。ありがとうございました。ごめんごめん、後ろに尺が、ブレイキングダウン、わらフィニッシュフィニッシュ、もう一回、じゃあ発症説だけいいんじゃないか。何でもあり、何でもあり、何でもあるよ、もうええちゅうねん。おぉ、いきなり来てくれたのは、わらー、8、8、8、かわせい、わらー、わらー、みんなわらー、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 俺の名前はロケケニキ、右見てわら、左見てわら、こいつの名前もわら、こいつの名前もわら、乳首わら、わら、わら、右見てわら、わら、わら、左見てわら、わら、わら、俺の名前はロケニキ。プレー、何が閉まったな。何がやで、何がやで、しまってへんわ。何の話したことだよ、さっきから。しまったということで、誰やねんお前。さあ、サイファー拍手いただいたメンバーに大きな拍手。いや、めちゃめちゃ良かった。すごいな。ビートボックスのバナナさんと DJ ケンゴにも大きな拍手を。ナイスケンゴ。マイクがぐっちゃぐちゃになっております。